それでは今日の微積分の授業に入りたいと思います。で、今日はこの微積分の授業の微分の多分最終回になるかなと思ってるんですけれども、条件付き極地問題という話をします。で、教科書で言います と159ページですね。その鍵括弧3というところからです。やります。で、一応ここでの問題設定はですね、最初に書きますけれども、いつも通りこの D という集合をそのユークリッド空間 R2 の部分集合としまして、それから、2変数関数 FXY とそれから GXY があります。で、これはどちらもその D の点号からその実数を取る関数です。で、この条件付き極地問題というのは今どういう問題かというと、条件 GXY イコール0のもとで、FXY の極地を求めるという問題です。で、確かこれに関しては今週の演習の授業でちょっとは問題解いたですかね。そんなふうにちょっと連絡を受けたんですけれども、一応講義の方は全く予備知識なくてもいいように話は進めますので、すでに知っているという人は多少聞き流してもらっても構わないんですが、こういう問題っていうのは一般的には最適化問題という範疇に含まれます。で、ここで F とか G とかっていう関数を出しましたけれども、よく扱われる問題においてはこの FXY というのを目的関数と呼びます。で、それに対してこの GXY、この場合はイコール0っていう条件がついていますけども、GXY が何とかっていうふうに表される条件のことを制約条件と呼びます。で、こういう枠組みでですね、その世の中にはその制約付き最適化問題というのがいろいろありまして、この条件付き極地問題というのはある意味ではその制約付き最適化問題を解くための方法の一つと位置づけられています。で、この制約付き最適化問題っていうその言葉を聞いたことのある人っていうのはどのぐらいいますでしょうか。いたら手を挙げてもらいたいんですが。はい。じゃあ、今までこの制約付き最適化問題について考えたことがあるという人はどのぐらいいるでしょうか。はい。実はですね、皆さんが今までに考えてきた問題でですね、その制約付き最適化問題と呼べるのは実はいくつもあって、ただ単にそれ皆さんの考えてきた問題が
制約記載的問題と呼ばれている、呼ばれる問題の一つであるということに、まあ、気づかなかったというようなことが多いかと思います。まあ、例えば、そうですね、まあ、小学校の遠足の例ですと、遠足にはおやつを持ってきていいですが、おやつに使っていいお金は500円以内と決まっていたりしますね。でそうすると必ず巷では質問があって、バナナはおやつに含まれますかっていう、そういう質問がありますが、それはとりあえず置いといて、で例えば500円の予算の中でそのなるべく多くの種類のおやつを買おうと、これも立派な制約付き最適化問題なわけですね。500円という制約がある、金額が500円という制約のもとで、そのこの場合はそのおやつの個数というのが目的関数になるわけですね。で、おやつの個数をなるべく多く買おうというのは、その目的関数の値を最大にすると。そういう制約のもとで目的関数を最大化すると、そういう問題として捉えることができるわけです。で、まあ、そういうことを考えていますと、その皆さん、そういう意味ですと、その制約付き最適化問題っていうのを、まあ、これまでその、なんか、当たってきたことが、まあ、多少はあるんではないかというふうに思います。で、まあ、他にはですね、例えば、そうですね、世界の、まあ、皆さんの中にはその山に登る人もいるかもしれませんが、その世界のこう高い山をこう上げてみましょうと。で、まあ、世界、一応世界一高い山ということでは、まあ、チョモランマもしくはエベレストは皆さんご存知だと思いますけれども、例えばそれは地球上全体を対象にした場合ですよね。でこれを例えば南半球に限ったらどうなるか。南半球に限るっていうのはある意味この制約条件なわけです。そうすると南半球でその一番最も高い山っていうのは皆さんご存知でしょうか。キリマンジャロ、正解です。素晴らしい。で、僕はウィキペディアで調べましたけど、一応タンザニアにあるキリマンジャロですね、が南半球で一番高い山だと。いうわけですね。そうするとその同じこう最も高い標高の高い山というこの目的ことを目的関数と思った時にあっても、その制約条件を変えることでその目的関数の最大化する値というのは、もしくは最大値というのは変化することもこうあるわけです。で、まあ、そういったことでですね、その、まあ、最適化問題は、まあ、一般的にはその制約がある場合もあるし、ない場合もあると。さっきのおやつの問題ですと、その、まあ、制約なしでこうおやつの個数を最適化しようとすれば、それは何を言ってるかっていうと、その資金を無限につぎ込むことができることを意味していて、まあ、その中でこうおやつの個数を最大化するというようなことも意味していますし、まあ、一方で制約をつけるってことは、例えばその予算に上限額を設けるとか、まあ、そういうことに対応しているということが言えるわけです。で、その最適化問題を解くときに、その例えば最大値や最小値を取るときっていうのは、その目的関数が極大になったり極小になったりするっていうことを、まあ、これまでの微積分の授業で学んできましたので、ですので、この条件付き極値問題っていうのは、その、まあ、ある制約条件のもとでその極値を求めると。でそれは最適化問題においては、その例えば最大値を取る点の候補になったり、最小値を取る点の候補になったりするので、まあ、制約的最適化問題を解くときにも、この条件付き極値問題というのを考えることがよくあります。まあ、そんなことで、その、まあ、条件付き極値問題っていうのが、そのまあ、割とその皆さんがその普段遭遇しうる問題を解くのにも使われることがあるという話をしました。まあ、そうは言っても、まあ、言葉だけでは実際に問題を解くわけにはいきませんので、一応ちゃんとその微積分の観点から、まず条件付き極値の定義からしていきたいと思います。まずここでは、上に書きましたように、その条件 gxy イコール0の下で、その fxy がある点において極大値を取るという、その定義を書きたいと思います。
条件 GXY イコール0の元で、FXY が、ある点 AB において、極大値を取ると。というのはどういう時に言うかといいますと、2つ条件がありまして、まず1つ目は、G の AB が0に等しいと。これはまあ当たり前だと思いますが、まあ、この点 AB もこの条件を守らなければなりませんので、まあ、点 AB を G に代入すれば0になるというのがまず一つ目ですね。で、それからもう一つは、まあ、ある正のイプシロンが存在して、で、一応式だけ先に書いて、後からちょっと図を書いて、もう少し直感的なイメージを書きます。そうか、どっちがいいかな。先に図の方を書いてみましょうか。そうか、ちょっと先に式書いちゃいますね。あるイプシロンが存在して、xy が、この点 AB を中心として、まあ、距離イプシロン以内の近傍ですね、この中にあって、しかもこの点 xy はこの今考えている関数の定義域 D の中に入っているものとします。で、かつ、G の xy、この xy が0ならば、この fxy の値が、ごめんなさい、不等号反対でしたね。xy の値が、ab の値と等しいか、それより小さいと。見えますでしょうか。ちょっと上げておきますね。というのが、条件付き極値の、極大値の場合ですね。条件付きの極大値の定義における2つの条件です。で、特にこの2つ目の条件が、こう、式だけ書いて、こんな感じかなって、こう、なんとなくでもピンとでもない、なんとなく分かる人はどのぐらいいますか？はいはいはい。はい、分かりました。じゃあ、もう少し直感的な説明をしましょう。今、xy 平面がありまして、で、まあ、仮にですね、この、gxy イコール0を満たすこう点の集合はこのような形の図の曲線であるとします。で、まず AB、点 AB を取るんですけれども、点 AB は当然、この G ですね、関数 G に代入したときに0に等しくなる点ですから、この曲線上の点なわけですね、点 AB っていうのは。例えばこのとこにあると。しましょう。で、括弧2番の条件では、この点 AB を中心にして、まあ、半径イプシロンのこう、円の範囲を考えます。で、一応これは、
そのイプシロン近傍の定義から境界は含まないということですね。ですので本来はこう点々で書いて境界を含まないこういう領域を考えます。でそこで xi はどこから取ってくるかっていうとこの曲線上ですね。この曲線上でかつこの円のあ円この円盤の範囲内からこう取ってくると。例えばここでもいいし、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 ここでもいいと。で、こういったところからその xy を取ってきたときに、その点でのその関数 f の値を計算するんですね。そうすると、実はここよりも等しいかもしくは小さくなっていると、必ず小さくなっていると。で、というのが、そういうですね、こういう範囲、こういうイプシロンが存在するっていうのが、この点 AB がですね、条件、この GXY イコール0のもとで、極大値を取るということの定義です。ですので、場合によってはこのイプシロンはもっと大きく取れることもできるかもしれないし、あるいは場合によっては小さく取ることもできるかもしれないけれども、とりあえずある範囲にこういう円盤を取れば、そこで、この GXY イコール0っていう曲線上で、の値っていうのは、この点 AB のところで極大になると。で、どっちに、点 AB からどっちに、例えばこれ、時計回りの方向に離れても、反時計回りの方向に離れても、少し値が小さくなる、等しいか小さくなるというのが条件付き、この場合、極大値の定義です。で、同じようにして、極小値、条件付き極小値っても定義することができます。で、極小値の場合には、例えばこの点 AB が条件付き極小値を取るような点の場合っていうのは、この AB という点から、この曲線に沿って少し移動すると、その移動した点でのその関数 f の値っていうのが、少しだけ大きくなっ、等しいか大きくなっているというふうに言えるような点です。ここまでいいでしょうか。もうちょっと今日は何度かこの概念について繰り返し説明することになると思います。で、で一応条件付き極小値っていうのも同様に定義されるっていうことですね。で、ここではあえてその定義は書きませんので、同じようにちょっと皆さん、これは皆さんでちょっと自分で考えてみましょう。それから、あと条件付き極大値と条件付き極小値って2種類ありますので、これをまとめて条件付き極値と呼ぶこともあります。まとめて条件付き極値とも言うということです。ここまでいいでしょうか。で、次にじゃあその条件付き極大値や条件付き極小値はどのように計算するかっていう話題になるわけですが、いきなりですけれどもその計算法を次の定理で示します。
教科書ですと、159ページの定理 4.20 というところです。で、この定理にはしばしば呼ばれる名前がありまして、教科書にもありますけれども、ラグランジュの未定小数法という名前がついています。一応、そうか、僕が人名書くときは、時々こうローマ字で書きますけれども、教科書の方にはカタカナで書いていますので、まあ、皆さんお好みで書いていいと思いますが、じゃあ、いいですかね。じゃあ、始めましょう。まあ、相変わらずですけれども、D を、ゆくりとくが R2 の部分集合として、それから、関数 fxi と gxi を考えます。この2つの関数はどちらもこの d で c1 級です。一応こう皆さん定義を思い出してほしいんですけれども c1 級の定義ですね、覚えていますでしょうか。まあ、1回微分可能で同関数が連続ということですね。そういう関数であるとします。で、この fxy と gxy についてなんですけれども、仮定なんですけれども、条件、gxy イコール0のもとで、この関数 fxy が、点 AB において極値を持つものとします。すなわち、その先ほど上の3枚目の黒板で書きました条件付きの極大値か、もしくは条件付きの極小値を持つと仮定します。で、その時に、次のいずれかが成り立つというのがこの定理の主張です。で、そのいずれかっていうのをこれから順番に書きます。まず一つ目は、この条件の gxy に関する性質なんですけれども、この条件 g を x で微分した変動関数にのこの点 ab における値と、同じく条件 B のその Y による変動関数の点 AB における値が常に0に、どちらも0になるというものでして、で、この時、点 AB をこの曲線ですね、これ GXY イコール0で満たす点というのは曲線になり、一般には曲線になりますけれども、の特異点と言います。
まあ、これが一つ目のに起こりうる性質ですね。でもう一つは、ある実数ラムダが存在して、でまあ次の連立方程式を満たすっていうんですけれども。まず F を X で顕微分した導関数の点 AB におけらたですね。それからラムダ倍の ラムダかける G を X 顕微分した導関数の点 AB におけらたが0に等しい。かつまあ、次の行には何が出てくるかっていうと、同じような形のものを今度は y で偏微分したものが出てきます。式が出てきます。f を y で偏微分した導関数、変動関数2の点 AB における値からラムダ倍の今度は g、 ごめんなさい、 x って書いてましたね。 g を y で偏微分した導関数の点 AB における値を引いたものが0になると。まあこれがその2番目に挙げる条件でして、まあその先ほどありましたように、この条件 FGXY の元で FXY っていうのが点 AB において極値を持つ場合には、このどちらかの条件が成り立つというのがこの定理 4.20 の内容でして、でまあこのような形でこの条件付き極値を求める方法をラグランジュの未定乗数法と呼びます。でついでになんですけれども、この括弧2番ですね、この括弧2番っていうのは、まあ、ちょっともうちょっと形を変えて表すこともあります。それも書いておきましょう。まあ、括弧2のプライムというふうにちょっと書いておきます。で、ここでは、まあ、これは筆記体の L ですけれども、まあ、L の XY ラムダという関数を定義定めます。でこれはどういう関数かというと、FXY からラムダ倍の GXY を引いた形の関数です。で、解きますと、実はこの、上の黒板の括弧2に書かれているこの連立方程式を、この関数 L を使って表すことができまして、まあ、そしたら、あるラムダ0かな。ある、実数ラムダ0が存在して、この関数 L を
の x による偏微分にこの点 AB ですね、点 AB とそれからラムダ0を代入した値、それからこの関数 L をあの y で偏微分したものに変動関数に点 AB とそれからラムダ0を代入した値、それから最後に関数この L をラムダで偏微分した変動関数に点 AB とラムダ0を代入した値がともに0になるというふうな書き表し方ができます。で、まあ、一見ですね、こう、まあ、戸惑う人もいるかもしれませんけれども、実は、この L の XY ラムダというのはこのように書いてますから、これを、例えば、x で偏微分する、それから y で偏微分する、もしくはラムダで偏微分するっていうことをしますと、上の黒板にあるの、括弧2のですね、この2つの方程式か、もしくは gxy イコール0っていう条件が出てくるようになっていますので、これは各自で実際にこの関数 L をですね、偏微分して確かめてみましょう。後で確かめてみてください。でちなみに、この L という字は、その発祥はですね、そのこの方法を考えたラグランジュから取られていると言われておりまして、よくこの L、XY ラムダのことをラグランジュ関数と呼ばれることもあります。ですので、まあ、このラグランジュの未定乗数法を、まあ、解こうと思ったら、まあ、具体的な方法としましては、この FXY と GXY が与えられたときに、このような形でこの L の XY ラムダっていうのを立てて、で、この連立方程式を満たすこの A とか B とかラムダ0を求めましょうと。そうすればそれがとりあえずその極値を取る点の候補にはなるということです。ここまでよろしいでしょうか。とりあえずその今回まあ我々が考えるその条件付き極値問題っていうのと、それからまあ、それを解く手がかりとしてのこのラグランジュの未定乗数法という定理についてまず説明をしました。まずいいですか。はい。それで、どうしますかね。一応今日、残り時間で用意したのがですね、そのまず一つはこのラグランジュの未定乗数法によるその条件付き極値問題の解き方の例題をやることと、それともう一つはラグランジュの未定乗数法によると、そのこれを解けばその極値の候補点が見つかるって言ってたんですけれども、まあ、それはなぜかっていう話があるんですよね。まあ、証明自体はこの定理の証明自体はこの前回の授業でやりましたその因関数定理に基づいて証明をするんですけれども、大事なことはその、まあ、証明には書かれてないんですけれども、まあ、こういうことをどうやって発想できるかっていうことは多分アイデアとしては大事なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、どっちからやろうかちょっと迷うところですが、やはりもう少し具体的な話をした方がいいかもしれないので、じゃあとりあえずその例題からやってみますか。やってみましょう。
ここでは一応、タイトルとしては条件付き、最大、もしくは最小ですね。問題の解法ということで、その話を進めたいと思います。で、先ほどまでの話とちょっとだけ異なるのは、言葉の違いも皆さん気がついたかと思いますけれども、先ほど、まず今までは極大や極小という言葉を使っていたのに対して、ここでは最大最小という言葉を使っているという点が異なります。で、一般にその関数、今我々が考えているその関数においては、その極大や極小をですね、ある範囲におけるその極大極小を求めることができたとしても、それが最大、その関数のですね、例えば考えている集合、実数全体でもいいですし、あるいは有解な D でもいいですし、その範囲での、その最大値を取るかとか最小値を取るとかっていうのは、必ずしも毎回いつ常に保証できるとは限りません。しかし、いろいろな条件設定がある条件を満たせば、その関数がですね、その中で最大値を取ったり最小値を取ったりするってことをが分かったりすることもあります。で、もう少し具体的なことを言いますので、ちょっとこれから書きますね。今の問題設定としては、この F とか G とかっていうのが、C1Q という関数としましょう。さっきからやってますけども C1Q とします。で、この時に、この D として、この GXY イコール0を満たす点を、点の集合を取るんですけれども、これがですね、有解閉集合と呼ばれるその性質を満たす集合ですと、F は D で、その最大値や、あるいは最小値を持つと。ということが分かっています。で、この話はだいぶこの微積分の教科書は最初の方に遡るんですけれども、例えばその定理、そうでもないか、ちょっと待ってね。あ、すみません、ちょっと講義ノートに書いてるその定理の場所がどうも違っていたらしく、教科書を見ても見当たる場所がないので、ちょっと今説明は省きますけれども、有解閉集合というのはどういう集合だったかっていうと、
まあ一般、大雑把に直感的には、例えばこれ、まず一つは誘拐っていうわけですね。誘拐っていうのは、誘拐の定義も前この授業でやりましたので、ちょっと思い出してもらいたいんですが、例えば集合全体がこう XI 平面上で原点を中心にしてある有限の半径を持つ円内にすっぽり覆われるというのが、誘拐の集合の定義でした。ですので、例えばXY 平面全体というのはもちろん誘拐とは言いませんし、それから上半平面、下半平面というのも誘拐とは言いませんし、あるいはこの第一象限全体というのも誘拐ではないですね。例えばこんなふうにある平曲線で囲まれたような集合は誘拐というわけです。それからさらに閉集合についても、この授業の最初の方で定義をしましたけれども、直感的に言えばこういう境界を含むような集合ですね。ですので、例えばこういったものを、D と考えれば、この D は、この誘拐閉集合なわけです。そうすると、これは非常にこの良い性質を持っていて、ここでその関数 F で XI を考えれば、この誘拐閉集合の中ではちゃんと最大値と最小値を持つということが分かります。これは実数の連続性から示されるんですけれども、こういういい状況を考えたときには、先ほどやりましたラグランジュの未定常数法を使って、この条件付きですね、この GXI イコール0の条件のもとで、F の最大値や最小値を求めることができるという話なわけです。で、その求め方を一応段階を追って説明しましょう。で、その求め方ですね。で、まずステップ1。まずラグランジュの未定常数法を使います。常数法により、先ほどのこの関数 L ですね。XY ラムダ、と、に対し、その X による偏微分と、それから Y による偏微分と、それからラムダによる偏微分ですね。イコール0っていう、連立方程式を満たす点。これを満たす点を、例えばその X0、Y0 からラムダ0と置きますけれども、これを全て求めます。ここで全てと言っているのは、これが全てっていうわけじゃなくて、この組ですね。この組が一組の場合もあるかもしれないし、あるいは複数組あるかもしれないということですね。例えば3組あったら3組全部求めるという意味です。ではまず最初のステップですね。で、次のステップでは、これらステップ1で求めたこの点というのは、今の問題の中ではこの fxy の最大値や最小値を取る候補ではあるんですけれども、
果たして本当に最大、その点で F が、FXI が最大や最小を取るかっていうのは、実際にこう代入してみないと分かりませんので、実際に次のステップで代入してみます。ステップ1で求めた点ですね。まあ、X0、Y0、ラムダ0に対して、実際に今度は F に代入しましょうと。で、まあ、それらの中で、まあ、最も、まあ、大きな値が F の最大値になります。で、まあ、最小値を求めようと思ったら、まあ、この大きなところを小さなにすればいいですね。それらの中で逆に最も小さな値が F の最小値になるというわけです。というのが、まあ、その D ですね、その条件 D がその融解平集合であるときの、その FXY を条件 D や D というか GXY イコール0のもとで、その FXY の最大値や最小値を求めるという、まあ、計算の、ラグランジュの未定乗数を用いた手順、標準的な手順です。ここまで何か質問などありますでしょうか。大丈夫ですね。はい。じゃあ、まあ、ここからその実際にこう例題に入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、切りがいいというか悪いというか、まあ、今から例題を始めると、多分、やってる途中でチャイムになりそうですし、ので、まあ、ちょっと早いですけど、一旦休憩にしますか。じゃあ、この次の時間に、この問題の例題から始めたいと思います。じゃあ、3時15分のチャイムが鳴るまで、一旦休憩にします。